上原浩二の雑談魂。上原さん、はい、先日のドリームマッチお疲れ様でした。お疲れ様でした。すっごくかっこよかったです。見てへん。いや、そのすいません、その日私神宮で会った、ね、はい、あのだから若い子の方が良かったんでしょ。違う、あの NPB とね、はい、大学社会人選抜の試合、はいはい、ちょっとそっちの方もうあの早々にチケット取ってたんで、はい、まあ仕方ないね、それでも神宮球場で配信ずっと見てました。上原さん早く出てこないかな、出てこないかなって。トレードされた、あ、来るっていう。そう、トレードね、トレード話してたもんね。いや、本当になりましたね。ね、まさか。まさかのビールとトレード。どんだけ安いねん、俺と思って。人じゃないっていう。人じゃない。ビールかいと。なんか上原さんらしいトレードじゃないですか。ね、もうあれもいろいろ舞台裏があって、ユニフォーム両方用意されてて、そうだからちゃんと着替えて出てきたことにもびっくりしたんですよ。あの後ベンチ行った後速攻また三塁側、じゃあ一塁側行って着替えて、うん、また三塁側戻って、あ、結構ドタバタやった。いや本当、あのどっちのユニフォームも似合ってました。ありがとうございます、うん、素敵でした、はい、でしかも上原さんのとこ打順すごかったですよね。バーさん、掛布さん、吉信、いやもうだって上原さんからしたら、うん、バースさん掛布さんなんてもうやばいよ。もうどんな気持ちでした。阪神タイガースファンだったわけですよね。試合中にサインもらったからね俺。あのお二人にどうやってもらえたんですか。自分のグローブに。え、どうやってもらえたんですか。だからそのサインもらったやつでそのまま投げてるから。え、すごい。え、見たら多分ねここにちょっと黒いのが出るかもしれない。え、どうやってもらったんですか。で普通にベンチ座ってたから、はい、ちょっとサイン書いてっつって、書いてもらえますか。わあ、写真はここにある、うん、うわーすごい。え、こんなグラブで投げてたんですか。そこに投げた。でどっちかに岡田さんのサインを思ってんねんけど、すごい、岡田さんがどこで会えるかが分からへん。あ、でも並んでちょっともうコンプリートさせようと。いやいや、そりゃそうでしょ。うわ、でそれかあのこの網目っていうか、はいはい、こっちの方に斎藤さん、槙原さん、桑田さんのサインもらおうかなっていう3本柱で。うわ贅沢。もう上原さん少年に戻ってたんですね、この時間。めっちゃ戻ったよ。あのサインくださいって感じだったんですか。自撮り5、6枚撮ったな。誰と撮りました。阿波野さん、志野さん、ギャオスさん、小林正さん、檜山さん、まあ、あとジャイアンツ4人組で撮ったね、同級生4人組ね。なんかちょっと同窓会みたいな感じですよね、うん、やっぱり、うん、いや、よかった。由伸さんとの対決どうでした。大したことなかったね。もうね、雑談魂ファンの皆さんは、うん、もうそれを待ってたんですよ、うん、もう私のところにまでメッセージ来ましたからね、うん、なんてもう上原さんをどやらせてあげてください。ドヤ顔で語る上原さんが見たいですと、たくさんリクエスト来てました。でだから2ストライクになってからは、うん、フォーク、まっすぐ、フォークやったけど、うんうんうん、全部球種言ってから投げてるからね。そう、あのもう予告して球種、もうそれがかっこよすぎて。いや、で最後のあれはやっぱフォークですよ、うん、よく落ちてましたね。いや、スピードもですよ、135キロ出ましたよ。135キロだともう最近の練習の成果が出てたんじゃないですか。いやいや、あの最終年より早かった。嘘、引退した2019年より早かった。本当ですか。ちょっと鍛えたらいけんちゃうかな。え、吉野さん何か言いました、直接。じゃあまたちょっと9月ゴルフ行くからまたなって感じで。上原さん、雑談魂の以前の動画の中で、はい、いや上原さんが対決に勝ったら吉野さんまた無条件で雑談魂出るって話。あ、そんなの、 あの話せんでも呼ぶよ。あ、本当ですか。そりゃそうでしょ。忘れてるかと思ってドキドキしました。そうですよ。あとね、ヒサが臨時コーチになっちゃったから。そうですね。で8月もう1回やつなんか、まあ、帰るって言ってたから、うん、帰る前にちょっと寄って帰ってって言ってるから、うん、空港行く前に寄って帰ってくれ。ここ寄って帰ってって言ってるから。うまいことちょっと日程合わせて。ほら、まあ久さんのことだからまたね、あの半ズボン履いてる全然みたいな感じでいらっしゃると思うんです。臨時コーチ中は多分出れないでしょ。うん、で上原さんおっしゃってましたよね、雑談魂出演交渉を皆さんにしてくると。ここでいかに交渉するかだよね。あ、ゲストブッキング。そうそう、ゲストをいかにこう交渉するかっていうのをちょっと俺も試合やめるわ。いやちょっと9イニング3時間で何人交渉できるかっていうのをちょっと裏テーマ、裏でちょっと裏でバース来てくれへんかな。それはちょっとすごいですね。さあ、ここにね、当日出場してた選手の皆さんのお名前書いてありますんで、はい、どなたに交渉したかね。
もちろんもう全員声かけてますよね。なんなら、まあ、多分谷重さんはいつでも行けそうな気がするんだよね、はい。まあ、谷重さんはもうすでに、あと檜山さんはいつでも連絡してって言ってくれた。あ、本当ですか。ああ、うん、檜山さんは、うん、以上。え、ちょっと待って、ちょっと待ってください。ごめんなさい。え、私これちょっと怒っていいですか。え、話違くないですかね。いや、以上だね。いやいやいや、ちょっと待ってください。サインもらうよりもいや、サインもらう方が大事なの。いや、サインもらうよりも自撮りをするよりも、うん、いや、それ自撮りの方が大事なの。いやいやいや、雑談魂の出演交渉の、あ、大したことないよ、雑談魂なんて。55万人行かなくていいんですか、うん。いや、55万以上の価値があるもん、バースさんと加計さんのサイン。まあ、それはあの上原さんにとってはあるでしょうね個人的にはね。いや、考えてくださいよ、雑談魂の視聴者の皆さん期待してたと思います、はい。私も期待しました。スタッフも期待してました、うん。いや、だから檜山さん出てくれるって言って。写真撮ってる枚数より少なくないですかね。写真撮るついでにあのシャッター押す瞬間にこう、うん、雑談魂出てくださいねってパシャってこう言ってから。それ、ね、古田さんもいけそうな気するんだよな。あの、なんか希望を持たせるような会話がしたいんじゃなくて、うん、あの成果を聞きたいんですよ。私はここで成果申告をしてほしかったんです。吉信。え、ちょっとこれ、スタッフさん どう思います。ちょっとよし、あ、ね、かけすさんだってサインもね、いただいたんだったら言いましたよね、その時に。いや、言うてるよ、もうありがとうございますって言って。いやいやいや、あのサインありがとうございますって感じ。雑談魂出てください、お願いします。あー、ちょっと言えなかったな。やっぱり年上の方だとちょっと言いづらいよね。え、ちょっといつも緊張するからさ、やっぱいつもね、あんななんか感じで、もう、うわ、俺誰でもいけるでぐらいな感じのテンションで上原さん。同級生って楽だよね。いや、上原さん、あの、もちろんそのね、お友達だから頼みやすいとか、うん、そういう環境はあると思うんですよ。多分ね、ギャオさんもいつでもいけそう。いや、いつでも、あの、この人だったら大丈夫そうとか、そういう話じゃなくて。ギャオさん大丈夫。成果を出せ成果をくれ成果はだから檜山さんあの、もう今判明しました。上原さん絶対交渉しないです。檜山さんにだけは多分本当に交渉したと思うんですよ。檜山さん以外の方は多分絶対もう交渉もしてないです、はい。こんなこともうないですよ。いやいや、だからそういうことをやる以上に、やっぱ試合とかね、こういう人たちと喋ることの方が大事やん。なんかそっちの時間よりもサインもらってる時間の方が長いんじゃないですか。いやいやいや、どんだけブルペンで頑張って投げてたか、まあまあ、ドキドキしながら七尾さんにずっと指揮してほしいですよ、投げ方を。どうせ鼻の下こんな伸ばしたんじゃない。いやいや、七尾さんが初めてあんなうまいこと言ったって言ってくれたの、めっちゃ嬉しかったよ教えがいがあるっていう、それが教えがいがあるってもんでしょ。だから七尾さん交渉しなかったんですか。できるか。いや、でもこのチャンネルね、あの野球界の方に限らず、いろんな方をお呼びしたいっていうのは上原さん常日頃言ってるってことは、これが上原さんの意思であり、うん、番組の、まあ、コンセプトでもありますよね。そりゃそうだ。え、で、じゃあ七尾さんに出てくれへんって。あの芸能人の人、普通にそういう普段のしゃべりなんか何も知ったことないから。でも、あの教えるというね、行為をしてる中でそれだけやん。本当にもう握り方でどうとかって、それしかしてない。どうせ七尾さんとも写真撮ってるんですよね。撮ったやっぱり。いや、それは産経新聞の方が撮ってくれたよ。あ、なるほど。そうやってメディアの方を利用して。違う違う、メディアはそれを出すために撮ったわけ。ほう。その後ろに社長がいたから、ちょっと撮ってっつって。それ私的な写真ですよね、うん。だからなんでその写真は撮るのに出演交渉しないんですか。うん、いや、ダメでも誰が出演交渉なんかできる、七尾さんに。いや、ダメでも当たって砕けろ。それが、え、雑草魂じゃないんですか。違う、当たって砕けたら結構へこむで確かにそうだ、上原さんへこんでしまう。結構へこんで、確かに。いやー、でも和田さんと信也さんのホームランすごかったな。すごかったですけど、あんなに打てるんだよホームラン。私たちになんか期待させといて。いや、西崎さんも面白かった。西崎さん2回投げて、もうお風呂入って4回ぐらいには帰れそうな感じだったみんな自由だな自由ですねちょっと、視聴者の皆さんは私の味方ですよね。私が怒る気持ちも分かりますよね。いや、怒られるようなことはしてない。いや、ちょっと、はい、プレイバックスコール。いやいや覚えた俺、スコールよし、上原さん、その笑顔で逃げようとしないでくださいよ。オッケー。
もういつもあのマウンド上のかっこいい上原さんでいてくださいよ、ここでも。え、終わり。え、もう帰る。うん、帰る。あー、成果が。